どうも皆さんこんにちは、みたいです。今日は大相撲名古屋場所5日目ですね。その前に今日の僕の顔を見ていつもとの違いに気づいた人はこのチャンネル上級者ですね。ということで今日も幕下からやっていきます。最近ちょっと動画が長くなってしまって、僕もね喋りたいこと喋ったら長くなっちゃうので、今日はねサクサクいきたいと思います。まずは幕下からカズと3連勝ですね。今日の対戦相手は栃神山相手だったんですけども、強いねカズと、ほんといい相撲だよね。ミサイルのような感じで、ミサイルカズとというあだ名を密かにつけているんですけど、全然浸透しません。そして次は武尊富士と竜王ですね。武尊富士いい相撲でしたね。立ち合い当たって一気の攻めということで、先々場所の幕下優勝の竜王相手に今何もさせませんでしたね。まあ、武尊もね早く十両に上がって幕内に上がってと上を目指していきたい力士ですからね。そして王将海ですね。王将海今日は出羽ノ龍相手に、こちらは左四つでちょっと長い相撲になったんですけど、我慢して我慢して、まあ、でも終始ね攻めていて、最後はね、まあ、より倒しみたいな感じかな。3連勝としました。いいですね。さらには上戸ですね。生ためさんとの取り組みだったんですけども、まあ、一気の攻めで勝ちました。なんか飛び上がりながら勝ち上げみたいな言っててね、これどうなのと思いましたね。横綱もびっくりするぐらいのねジャンプしながらの勝ち上げでしたね。あれはどういう思考であの攻めに至ったんでしょうか。ちょっと謎です。そして照強さん、うまい相撲でね出し投げしましたね。うまい相撲というか、なんかすごいのっぺりした出し投げだったんですけども、って感じですね。そして幕下上位3番今日楽しみにしていたんですが、早手富士と大辻の全勝2連勝対決は早手富士勝利でしたね。早手富士今日はね立ち合い止められてしまったんですけども、動きがねいいですよね。なんか思いっきりもいいし、まあ、大辻くんもね立ち合い当たってからいい感じに攻めてはいたんですけども、ちょっとね止まってしまってから、相手に頭つけられて、そっからの攻め手っていうのがねないですよね。動いてる時は強いんだけど、止まってしまうとね、なんかどうしたらいいか分かんない感じになっちゃってましたね。対して早手富士は、まあ、足蹴ってからの、まあ、出し投げ気味にね肩すかしかな、緑富士張りの肩すかし決めてました。早手富士強いね。昨日も高橋に勝ったし、なんかでかくなったし、動きもいいしね。これは今場所あるかもしれませんね。そして幕下その次は向井中野と桐生子、同い年の幕下上位対決でしたね。まあ非常にライバル意識持ってると思います2人とも。今日は向井中野が、まあ、あっさり勝ちましたね。立ち合い当たってまっすぐ引いて叩き落とし、引き落としって感じでしたね。まあ、桐生校としては向かい中の立ち合いが強いので、ちょっと警戒しすぎたかなといった感じですね。強く当たらなきゃと思って上半身だけが行ってしまって、足が出てなかったところをうまく向かい中のがうまく叩いたといった感じでしたね。そして注目の一番、大の里対時疾風だったんですけども、大の里負けました。結構雑でしたね。立ち合い右からかち上げ気味に当たっていったのに対して、時疾風はね左四つなので、まあ左四つ喧嘩四つの立ち合いだったんですけど、立ち合いはねもう大の里の勝ちですね。吹っ飛ばしましたが、まあ、時疾風は立ち合いで勝てないっていうのは多分頭に入っていたんでしょうね。その後左に回り込むのが早かった、上手も早くて、まあ、そのままねと上手を取って出し投げで回り込んでの、まあ、勝利といったことになりました。大の里ちょっとね雑でしたね。まあ大の里に対しての期待値は変わらないし、今場所ね新十両を決めるとも思うんだけども、ちょっとこういう雑な相撲っていうのはね直していってほしいなと思います。まあこれを見るとね、いかに伯桜鵬のいきなり7連勝っていうのがねすごいんだなっていうのが、まあ、実感させられますよね。そして十両ですね、新十両対決、獅子と優馬は獅子が勝ちましたね。まあ、お互いにかなり元気のいいね相撲だったんですけども、まあ
獅子って意外と動けますからね。なんか立ち合いも右かち上げ気味に行ってちょっと距離できてはたいてみたりとか、なんか手伸ばしてみたりとかね、回し取りってみたりとか、動き回って最後はちょっとなんか突っ込んできてユーマをかわして後ろについて出すみたいなね、ちょっとおよそこのサイズの人らしからぬ相撲で4勝目を挙げました。そしてその次、シデンさんと対馬灘の日大対決。これはまあシデンさん勝って2勝目で、対馬灘なんと5連敗となってしまいました。ちょっと心配なんですが、対馬灘ね、動きがねめちゃくちゃすぎる。ジャンプしてみたり、相手をこうやって上手取りってみたり、こんな上手取らないでしょっていう、まあこれが対馬灘といえばそれまでなんですけど、ちょっとねセオリーに反しすぎててね、もうすごいね、これで重量になってんだから本当すごいなと思いますけど。そして次は紀宝対志摩ノ海。紀宝はね今日いい動きだったんですけどね、終始攻めていたんですが、まあ立ち合い当たってもろ差し気味になったんですよね。でこの体勢っていうのは紀宝は全然悪い体勢じゃなくて、その後も右手がちょっと刺していって、あとはね左手は下から相手の手を支えるみたいな感じでガンガン攻めていったんですよね。でこのまま行くのかなと思ったら、土俵際でねしっかり俵を使って志摩ノ海さんが残って、その左紀宝が中途半端に刺していて左からの突き落としということで、まあこれには紀宝バッタリと行ってしまいましたね。なんと志摩ノ海さんこの場所初白星ですね。紀宝はかなり悔しそうでしたね。あーといった感じでした。まあ土俵際ね、紀宝はこういう負け方ね割とあるんで、爪の甘さっていうのがね、なくなっていくともっと勝っていけるのかなと思います。そして十両、今日は4連勝の友風負けましたね。千代丸にがっぷり右四つに組まれて、あとは千代丸がしっかり寄り切るだけという万全の相撲でしたね。千代丸さん今日は完璧でしたね。そして美ノ海、今日勝って4勝目としたんですけども、今日は美ノ海らしい相撲でしたね。立ち合い当たって前みつ取る、そして低く攻めて下からガンガン攻めて相手を押し出すと、そして土俵際落ちないように支えてあげる、ここまでが美ノ海ですから、素晴らしいいい相撲だったなと思います。そして北の若も今日勝って4勝目。北の若今日の相撲はいい相撲でしたね。立ち合い当たって一気に起こして腕を伸ばして出ていきました。対戦相手の大昌磨、土俵際ちょっと逃げ回ったんですけども、追撃も早くて一気に突き出した、押し出したという感じでしたね。なんかすごい勝った後ドヤ顔してたし、北の若もしかしてこれ覚醒マジか、夜明け、まだわかんない。そして一山本、今日から休場になりました。僕がね場所前の動画で優勝予想に上げたんですけど、十両今のところ優勝予想ねことごとく外してますね。はい、本当に、何の当てにもならない。幕下一番最初の取り組みでは狼雅と武将山ということで、狼雅がね十両だったんですけど、初めて幕内の土俵で相撲を取りました。そして寄り切りの勝利ということで、まあ、狼雅今場所ねちょっとあんま星伸びてないんですけども、この日はねしっかり勝ちましたね。いや素晴らしい、幕内もうすぐですからもうちょっと頑張ってほしいなと思います。そして遠藤関と宝富士関のベテラン対決。今日は遠藤先輩、今日はというか今日もうまかったですね。立ち合いかましていきながら右を刺す、前みつ取りって感じでしたね。そしてそれが功を奏してしっかりと相手の右回し取ることができました。そこでね一旦切られてはしまうんですけども、しっかりと肘まで入っていたということで、そこからね相手に何もさせずに攻めることができましたね。万全の内容で4勝1敗と、素晴らしい、優勝争いに絡んでくるんでしょうかといったところです。そしてその次は新入幕の伯桜鵬と竜電。なんと竜電さん今場所の初白星、伯桜鵬は2敗目となりました。立ち合いお互いかましていったんですけども、伯桜鵬すぐ左が入りましたね。ただ自分の上手は取れずに、逆に竜電さんは右の上手をがっちりと引くで、左手はしっかり抱えるといった形になりました。まあ、こうなるとね、伯桜鵬得意の左四つとはいえ、体の大きな竜電さんがね有利かなと思ってたら、まあ、案の定伯桜鵬はねその体勢を嫌って
って動くんですけども、竜電さんがねしっかりと上手を取ってたということで、そっから腰振ったり頭つけたりして、もう最後はね万全の寄り切りという、これが4連敗してた人の相撲ですかっていうぐらい強い内容でしたね。いやーすごいいい内容でした。伯桜鵬はちょっとどうなんでしょうね、肩左四つでねこれだけ動けないっていうのはもちろん竜電さんの強さもあるんでしょうけども、ちょっとね動きにキレがないような感じはします。まあこれが幕内といえばそれまでなんですけどもね、明日から頑張ってほしいですね。そして新入幕もう一人、湘南の海、今日の対戦相手は碧山さんだったんですけども、今日の湘南の海はもうこれが体のでかい左四つの人だよなみたいな立ち合いからの、そこで左をグイグイ入れながらガンガン前に出て、途中ちょっと突き放され気味にもなるんですけど、その後は右の上手を引いてしっかりと一気に寄り切るということで、こういう相撲をやってほしいなっていう、そんな素晴らしい内容だったなと思います。湘南の海4勝目すごいですね。どこまで行くんでしょうか。そしてもう一人の新入幕、豪ノ山ですね。今日の対戦相手は琴恵光さんだったんですけど、豪ノ山強い、5連勝としました。立ち合いから一気の攻め、厳しい攻めですね。琴恵光さんも下から当てがってうまく我慢していたんですけども、終始攻めていたのは豪ノ山でしたね。手を伸ばす、相手を押し込む、前に圧力をかけ続けるということで、これにはたまらずね、琴恵光さん、体が前のめりになってしまって、最後はね、自分で滑って落ちてしまいました。まあこれも豪ノ山のね圧力がなせる技ですからね。豪ノ山すごいね。新入幕で5連勝ですよ。いや内容もいいしね、上位当たったらどうなるんでしょうかね。ちょっと楽しみな感じですね。さあそして次はこの人も全勝、高安と平戸海の対戦だったんですけども、高安さんこれは期待していいんじゃないかな。立ち合いで思いっきり弾いて前に押し込んでいって、平戸海の顎が上がったところをしっかりと叩き込む、引き落とすといったところで圧勝、何もさせない、もうずっと自分のペース強い。これはあるのか、まだ期待しちゃいけない。でもね完璧な内容でしたね、高安さん。そして注目の朝乃山と北青鵬の対戦でした。この2人昨日先場所も対戦し、北青鵬が勝っていたんですが、今場所はどうだったんでしょうかというところで、いやーなんというか北青鵬って化け物だなといった感じですね。先場所はね立ち合いで北青鵬が動いたんですけど、今場所はしっかりと当たって右四つに組みました。立ち合いからもがっぷり右四つで、もう両者力の出る体勢です。朝乃山なかなかね攻めれない、やっぱり体がねでかい、北青鵬20センチでかいですからね。朝乃山より朝乃山がぐっと前に圧力かけたところを、北青鵬は左手の上手を離しながら下手で思いっきり振りました。これで朝乃山結構バランス崩してしまい、土俵のね俵を背に向けてしまって、あとはもうねガンガン出てくる北青鵬に残れず足が出てしまったといった感じですね。北青鵬強くない？いや強いの分かってるんだけど、なんかいい時と悪い時の相撲の差が激しい気がしましたね。朝乃山相手にね、体が大きい四つ相撲ってことで思いっきりいけたのかもしれないけども、今日は強かったですね。朝乃山これで2敗、北青鵬は3勝2敗となりました。そして注目の関脇陣いきましょう。まずは豊昇龍対阿炎の一番ですね。阿炎立ち合いで今日は変わっていきました。手を伸ばしつつ横に避けたんですけど、豊昇龍反応がいいですね。この人は手がね下につきそうになるぐらい引かれながらもうしっかりと対応していて、その後出てきた阿炎をねうまくかわして、腕を手繰りながらかわして後ろにつくといった感じで4勝目を挙げました。いいね、動きもいい、反応もいい、そしてその後のさばきもいいということで完璧な相撲だったなと思います。そして次の関脇若元春、対戦相手は錦木。今場所の錦木は強い、今日も勝ちました。しかも完璧な内容です。立ち合い当たっ
って右を差しに行ったのかな。対して若元春は左四つなので、まあ、喧嘩四つみたいな体勢、若元春はねちょっとかまし気味に行って手を伸ばしたんですけども、錦木は今日はね左の上手がとにかく早かったですね。立ち合い当たった瞬間には掴んでましたね。そしてそのままそれを軸にぐわーっと出ていっての完璧の勝利ね。びっくりするぐらいいい相撲だし、びっくりするぐらい強い若元春、何もできませんでしたね。いやー、錦木さん、これで5連勝、さらに先場所からの連勝を13にしました。この13連勝というのは、現役力士ではね、横綱照ノ富士の23連勝に続いて、2位タイの記録らしいですね。どこまで行くんでしょうか。もしかして、あるのか。大相撲名古屋場所の前夜祭で、元勢さんが優勝候補に錦木を挙げていたんですけども、もしかしたらあるのかね。錦木と高安の優勝争い、そんなこともあり得るかもしれません。対して若元春、2敗目となってしまいました。ちょっと前半ではね2敗は苦しいですね。さあ、そして3人目の関脇大栄翔、今日は明生との対戦でした。今日は大栄翔、今日もというか目の覚めるような相撲でしたね。立ち合い当たって左刺されたかなと思ったんですけども、その後ね左の突き起こしで一気に相手と距離を作りましたね。で、距離ができたので、あとはもう回転よく回して押していくだけということで、明生を一気に突き出しました。強い、もうそれしか言うことありません。4勝目。そして結びの一番は翔猿対霧馬山。翔猿、金星を挙げて以来の白星なるかというとこだったんですけども、なりましたね。霧馬山、今日はね手を伸ばして当たっていってガンガン攻めていったんですけども、翔猿がねうまかったですね。この左手で相手の伸びてくる手をこう払って距離を詰めました。そして回しは取れなかったんですけども、霧馬山がね攻めれず引いたところを一気に出てって、最後はね土俵際万歳になってしまったんだけども、まあ霧馬山ね、この辺はちょっと怪我の影響が出たかもしれません。もしかしたら万全だったら残れたかもしれないけども、そのまま押し出されてしまいました。翔猿、これで2勝目となりました。霧馬山は1勝2敗2休といった感じです。明日の取組見ていきましょう。結びの一番から霧島対正代、若元春対明生、豊昇龍対翠富士、大栄翔対琴ノ若、そして錦木さん5連勝は阿炎との対戦ですね。錦木、なんと大関横綱関脇と役力士今んとこ全員倒してます。次は小結びの阿炎、そしてその次は琴ノ若でしょうか。三役コンプリートなるか。楽しみですね。朝乃山は王鵬、高安は大野翔との対戦となっています。そして5連勝の新入幕豪ノ山は同じく新入幕の白鵬鵬との対戦ですね。この2人、先場所先々場所と3回対戦していて、いずれも豪ノ山が勝っています。今場所はどうなるでしょうか。そして僕の注目遠藤関は水戸龍との対戦という感じですね。はい、ということで今日もいろいろありました。明日6日目金曜日ということで、終わり、アディオス。